優しくて明るい面白い男の子ピアクでーチどうぞ。俺世界一イケメン。ハロロチヒロ。はい、どうもこんばんは、 YouTuber ヒロックです。はい、今回は、はい、今回はあのね、ここ最近になってから疑問に思うんですけど、ツイッターね、僕まあ昔ツイッターやってたんで、わかりますけど、なんですかね、ツイッターやらなくなったと。ここ最近、ヒロックはツイッターやらなくなったと、ね、ちょっとね、ちょいちょいコメントが、まあ、来てて、で、まあ、なんで最近ヒロックはツイッターやってないのか、ツイッターやらないのか、もうやめたのかっていう、いろんな、ことが、書いてあって、今回はそのことについて話したいと思います。まずね、僕、ツイッター、まあ、昔ね、ツイッターやってたんですよ。ツイッターとかブログとか。で、毎日ね、画像とかいろんな、振り仮名とか更新、してました。で、その日々が続いてたんですけど、しかしね、実は僕、ツイッターで、炎上したことがありまして、最初はまあ普通に、画像とか、まあ、写真とかいっぱい上げてたんですけど、急にね、僕じゃない、知らない誰かが、なんか変なやつをね、上げとったんですよ。で、僕、まあ、ツイッター、開いて、僕のアカウント見ると、え?って思って、そこには、その画像には、その画像を見ると、上半身裸の、僕の上半身裸の、この、お風呂場で撮ってる、僕の上半身の裸の、一切裸の、この写真が、ツイッターにバン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 流れてきたんですよ。笑い事じゃない。で、僕も見たら、で、白紙状で、で、消したんですよ。で、まあ、画像の、まあ、画像かな、まあ、写真かなと思ったんですけど、ただ単に、僕が、お風呂場で、上半身裸なんですよ、上半身裸。一切服とかズボンとかパンツとか着てない。上半身裸の、このポーズで、撮ってたんですよ、お風呂場で。で、その画像が、いつの間にか、僕が知らん間に、ツイッターに、バン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 流れてたんですよ。で、これやばいと思って、僕開いてツイッター見たんですよ、僕のアカウント。これ見て、うわ、これやばいな、マジでやばいな、ちょ、待てよって、やばいな、と思って、消したんですよ。で、まあ、一旦消したのはいいんですよ。一旦僕は消したんですよ。で、また次の日見ると、消したのに、一旦消したはずなのに、また出てきとる。また更新されとるっていう。なんか、なんでって、消してもまた現れてくる。消してもまた現れてくる。すっげえ怖いんですよ。で、その画像は一体どこにあるのかって言ったら、一度ツイッターで更新された画像を、お風呂場で撮ってる僕の上半身の裸。なぜかみんな保存しとるんですよ。保存。みんな保存しとるんですよ、その画像。もう。で、そのせいで、僕のファンが激怒して、ツイッターに激怒して、ツイッターに、僕のツイッターに、コメントが、もう、100万人、こう、バーって書かれて、アンチコメントが、たくさんバーって書かれて、これやばいと思って、もう画像も、ハートも、いいねも、もう、1億回超えてて、もう炎上し、
しとるがなって思って、この画像を見ていいねとかコメント見て、これやばい、これまさか炎上しとるがなと思って、もう消したんですよ。で消しても消してもまたしつこく、あ、ヒロックの裸の写真、ヒロックの裸の写真ってもうファンからもう僕に言いつけるような目線で激怒したんですよ。ファンも激怒、俺も激怒、もうツイッターに関することは一切カノンカノン、もう思ったんですけど、でその後マジでもう炎上どころかツイッターをもうやめないといけないっていうね、発想が出てきてツイッターをやめたんですよ。で僕のアカウントを消したんですよ、現れないように。そしたら僕のアカウントマジでそれ消して、今度偽物が出てきたんですよ。偽物ヒロックが、アカウントはじゃん、僕の本人のアカウントは、まあ、本人がやってるアカウントなんですけど、その他にも偽物、僕の偽物広川流マネージャーとか、もう偽物がもう名乗り出てきてね、その、さっきの出た裸の画像がまだ、ツイッターにもう出回ってるんですよ。で、これやばいと思って、ツイッターをアプリを一回、もう消去して、もう僕のアカウントも消去消去して、で、もう、最近はやってないですね。僕ね、決意したんですよ。ツイッターは一生やらない。という判断で、ツイッターやりません。はい、以上、話でした。これはもうマジでやばいですね。Everybody チャンネル登録よろしく。Everybody チャンネル登録よろしく。Everybody チャンネル登録よろしく。時間も見てくれよ。